皆さん、こんにちは。ドローン自作、ベータフライト設定マニュアルその9。ドローンを構成する各種パーツの中で、今回は VTX についてご説明します。それでは、早速始めましょう。VTX とは、ドローンに搭載されたカメラからの画像を FPV 用ゴーグルやモニターへ無線により送信するための装置です。フライトコントローラーにコネクタ、またはハンダ付けにて配線されます。カメラ本体と VTX が一体化されている製品もあります。VTX の仕様には、電波をどれだけの強さで飛ばすかという送信出力というものがあります。FPV 用として主に使われている出力は 25mW、100mW、200mW、600mW、800mW などがあります。どれだけの出力が出せるかは製品ごとに異なりますが、必ずしも大きな出力が求められるわけではありません。家の中など狭いところで飛ばす際は 25mW の方が画像の乱れが少なく適しています。そのため、手のひらサイズのドローンには 25mW の VTX が使われます。もし、こうした機体を狭い場所で飛ばす際に、高出力の 800mW を使ってしまうと、壁に電波が跳ね返り、画像の乱れにつながります。またレースなどでは、大会規定で出力が定められている場合もあります。電波を飛ばすことのできる距離と VTX からの電波送信出力との関係についてですが、電波の送信距離を2倍にしたいときには出力値を4倍以上にする必要があります。このことから言えるのは、いたずらに出力を上げても、それに応じてダイレクトに電波到達距離が伸びるわけではないということです。200mW から 600mW 程度に出力を増しても、到達距離は2倍までいかないということになりますね。また、障害物など、周囲の環境や、使っているアンテナの性能などにもよりますが、5.8GHz 帯の電波は 500m から 1km の距離まで届きます。レース用ドローンで言えば、そもそも 1km なんて飛ばす必要はありません。そのため、大会のレギュレーションで使われるような 200mW 程度が程よい出力なのかなと推測します。電波法に関連した話ですが、5.8GHz 帯を使った無線通信を行う場合は、開局申請が必要となります。VTX 自体が移動する無線局ということになりますので、実際に使用する VTX を届け出申請しなければなりません。ゆくゆくは、機体を複数台持つことを想定し、それに使う VTX を何種類か決めておければ、手間が一度で済むかもしれません。VTX では 5.8GHz 帯の周波数帯域を利用します。この周波数帯域の中で VTX に周波数を割り当て、ドローンに搭載したカメラ画像を FPV ゴーグルに向けて発信します。この時、特定の周波数を VTX にて設定しなければならないのですが、設定単位をチャンネルと言います。また、複数チャンネルをグループ化したものをバンドという単位で表します。何人かでドローンを飛行させる場合、混信を防止するために、それぞれ異なるチャンネルを利用する必要があります。チャンネルやバンドは、VTX にて切り替えます。ドローンの電源を入れた時に、VTX 出力をゼロに近いレベルに下げる機能が、ピットモードです。この機能により、近くで飛行中の他のパイロットへの混信の影響を低減させます。ドローンが飛行中にクラッシュした際にも、同様に出力を下げ、他のドローンの画像が乱れないようにします。ドローンで FPV 飛行を楽しむためには、アマチュア無線4級の資格取得と、VTX の無線局開局申請が必要となります。無線局開局申請に際しては、対象となる VTX の系統図を準備しなければなりません。5.8GHz 帯の VTX を使用するためには、その VTX の系統図を用いて、保証登録という手続きを行います。系統図はメーカーや販売店のサイトで入手できると思います。ドローン自作、ベータフライト設定マニュアル、その9をご覧になっていただき、誠にありがとうございました。その1から、その9までで、ドローンを構成する各種パーツについて説明してまいりました。機体の骨組みとなるフレーム、そのフレームサイズに合ったプロペラと、それを回転させるモーター。
モーターの回転を制御する ESC ジャイロセンサーを駆使しながら ESC へ命令を出し、飛行全体を制御するフライトコントローラー。そしてまた、パイロットからの操縦をフライトコントローラーへ伝える送信機と受信機。ドローンを構成するこれらのパーツや各々の関連性をイメージできましたでしょうか。次回の動画からは第2章としまして、各種パーツ選定ポイントについての説明を進めていきたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いいたします。